社団法人気流クラブは、群馬県気流市中町2丁目にある気流クラブ会館を活動拠点とする社交クラブである。明治期に設立され、気流の産業振興に寄与した気流混和会が経過発展し、対象期に気流クラブとして発足した。建物は1919 19年に完成し、社交クラブの使用目的のほか、来訪客の応接、商談、 文化人を招いての講演会の開催などに用いられている気流クラブの前身にあたり運輸、通信、電力などの面で気流の近代化を推進した組織が気流混和会である40銀行の総支配人であった秋田総志郎は、陶取森高志作専務大沢福太郎に銀行業務の発展のため有力者を集めた 会員組織の団体を結成することを提案した。会津議将の書き上げ文在門を発起人に加え、1900年に気流混和会が結成された。対象期に入ると、対象デモクラシーの影響によったものか、1915年の混和会例会で、大衆的なクラブ組織に変更することを決定し、気流混和会は1918年に発展的に解散し、 社団法人気流クラブとして再発足した気流混和会が実施した主な事業は気流織物の宣伝気流停車場の改築の推進気流郵便局内の電話設置の推進渡らせ水力電気会社設立の提唱調査があった停車場の改修について1901年に森諸城大沢ら7人の会員総代で日本鉄道会社に陳情書を提出し 1903年に駅舎の改築を実現させた。電話解説問題については、1904年に気流庁有志総大28人の連盟で電話設置の請願を停心大臣に提出した。日露戦争のため電話解説運動は1907年に持ち越された。なお、電話開通時の気流局の電話本数は111本であった。渡らせ水力電機会社の設立については、 1905年に森高施作が電気会社の設立を提案したことに始まる。気流では1894年に気流伝統会社による電気供給が開始された。気流伝統会社の経営権を引き継いだのが渡瀬水力電気会社であった。今和会は京都のケアゲ発電所などに調査員を派遣して電気会社設立の準備にあたり、1906年に 渡らせ水力電気会社が設立された。1909年に山田郡川内村の渡らせ川砂岸に発電所が完成し、電気供給を開始した。気流クラブ会館は、1919年12月に完成した木造2階建て寄せ棟作りの洋風建築で赤色の瓦屋根とクリーム色のスタッコ壁、小さな切り妻を乗せた4本の煙突、列柱の玄関ポーチ、 上部を半円形の乱魔とした出入り口など、スパニッシュコロニアル様式である。1996年12月20日に、国の登録有形文化財に登録された。気流市内には、気流明治館、気流織物記念館、水道山記念館など、近代海産の洋風建築が多数現存している。気流の歴史135ページ近現代の気流明治から現在までの文化事情 ABCDE ふるさと気流の歩み140から142ページ気流混和会の活躍ふるさと気流の歩み158ページ気流伝統会社ふるさと気流の歩み158ページ渡らせ水力電気会社 ABCD 気流クラブ開放第96号平成8年12月10日 AB 文化庁文化遺産オンライン2017年6月10日閲覧 桐生クラブ開放第193号平成25年2月10日、ありがとうございます。